そのさ、底引きやってるからさ。で、こうやって本当にプロの味のあんこ鍋になります。うわ、すげえ食べられちゃった食べられちゃった楽しいよあ、さつきちゃんおはよう。おはようございます。なんかこれから解体ショーが始まるって言ったからちょっとお邪魔したんだけど、でっかいあんこだね。でかく何キロ級ですか？ 12.5 かな、これは。ぬめりがすごいね。なんかいそう？なんかいそう。このね、俺大好きなのがね、胃袋のね、口の中から何かが出てくるっていうのがすごい楽しいの。どこさんのあんこなん？これの糸魚がのね。さ、底引きやってるからさ。基本的に1年中取れるんでしょ？1年中いるよ。綺麗だな、ピンク色でうまそう。いよいよ鍋シーズン到来ですね。鍋シーズン到来ですね。あんこ鍋セット、新潟直送計画に出してるんだよね。説明しよう。新潟直送計画は、東京から移住した人たちが、これはすごい、と思った新潟の一品を独自の取材内容で、ご紹介する、新時代の直感型お取り寄せ通販、ギフトサイトなのだ。なんですけど、あとうちの EC サイトに出す。ぜひね、あんこうの鍋セットね、ごまだれでなんだよね、こうなんとこね。そう、ごまだれ。味付けがうまいんだ、それがまた。食事シーンはこちらです。火をつけるだけでございます。簡単でしょ。ただ野菜を用意してもいただいて、本当にこうやって入れるだけで、こうやって本当にプロの味のあんこ鍋になります。心配な方のためにちゃんと食べ方の紙も入っておりますので、お電話お待ちしています。見てください、ウーパールーパー。よし、握手握手。これ七つ道具の一つ。ヒレ。でかくない？俺の手のでかい。本当だ。すっげえでかいこのヒレ。これヒレ使って一生懸命泳いでるんでしょ？そうだ。じゃあこの手も使ってるからここもうまいんじゃないの？これ尻尾？この尾びれ。尾びれ、腹、胸びれか。胸びれ、横びれ。もう、 うわ、でっかいね。でかいね。もうそろそろ産卵に向けていっぱい餌食べて。みんな大好き、キモちゃんです。おっきいわ。このキモだけで1キロ近くありそう。今何切ってるのそれ？これあんこうの胃液。へえ。干して干すと胃腸薬になって。そうなん。でもそれ干しても乾くまでにええかけん時間かかりそうだよ。そうそうなん。そこで干す。自然のヘバリーゼ。ヘバリーゼ。うわ、まだ布だね。布って卵のこと言うんだけど、まだできてない。できてるけど、まだ熟してないっていうかね。だけどね、これぐらい、これもうちょっと溶かした方が美味しいかな。あんまりもう生まれる寸前だとヌルヌルしちゃってね。もう食べれるんで、もうこれ食べれるよ。ほら、卵ついてるよ。カーテンのようなんだよね、だから布って言うんだよね。すごい血管だわ。前の船長の金玉みたいな。よくわかるね、なんでしてる、見たことある。卵巣だね。そう、これね、やっぱりあんこうさばくのも大変だって言うけど、さばいた後のね、処理が大変なのよ。全部違うから、塩して揉んだりとか湯引きしたりだとか、部位によってね。部位によって。きた、俺の大好きな胃袋ちゃん。何入ってるかな。でも入ってなさそうだよ。水だけなんじゃない。入ってない方がいいんだよ。そうなん。そう、
あ、そうだよね、それも味方になるもんね。そう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 。じゃあ買うときにじゃあその味方の分もだから値段が高くなるってことね。うん、でもねやっぱり底引きとかだと生きてる状態で上がるから結構ね飲み込んじゃう、一緒に入ってる魚を。今柳海やってるんだ。それ柳海だね。そう柳海、まあ、でも今だけ結構洗浄してくれてるから綺麗なんだよ。なんだこれ、これはズバリで心臓でしょ。これね、黒くねこの心臓。この心臓こっち違う、こっち違う。これ心臓なんだ。こんなちっちゃいのにこのでっかい体をさ動かすんだもんね。この間これずっと動いてたんだよね。ずっと心臓が、うん、持ってないその動画持ってないですかわいそう。さつきちゃん俺の大好きな胃袋開封来るよ。今日のまかないだから。今日のまかない、いつもの私の晩ご飯、晩ご飯この中にあるので、そう食べれるやつ食べろっつってね。なさそうだね。水だわ、水だわ。なんか出てきた、あんこ？あんこじゃないんこれ。おいこれ、あんこだって、あんこ、あんこ食ってる。おいこれ、あんこがあんこ食ってるって、マジでやばくない？マジで言ってる。どうだ初めて見た。お母さん食っちゃったのよくない。マジで食ったのこれ。これ今日じゃあまかないだ。さつきのお風呂見てこれ、かわいい。これ見て、これどこ私今日これ見させて。やだよ、かわいそう。ね、本当に食ったんかなこれ、ね、なんで食って、間違えて食っちゃったんかよ。いや、だって目の前にあるもん、なんで食ったの。そうなん、こわこわ、愛がねえな、このお母さん。でもこれしか入ってないし、もう何もない。なんで引っかかっとったんだよそれ。いやいや今入ってたよ。なんだこれトラファルガーローの帽子でしょこれ。そうトラファルガーワンピースのタコの頭みたい。いやウケるわ今のあんここいつ最高。いいネタになったわこれ。これちょっと動画にしようかな。一緒にほら一緒に送ってあげる。俺鍋の動画を今作っててさ、その動画にくっつけようと思って今動画撮り来たんだけん、まさか胃袋の中からあんこの赤ちゃん出てくると思わんかったわ。今まで胃袋の中から出てきてびっくりしたものって何？この間スーパーの袋。スーパーの袋出てきた。スーパーの袋出てきた。ねえ、どこのスーパー？あ、見てない。袋も食べるんだ。いや目の前にあるもん何でも食べちゃう。ねえ気をつけよう本当に。最近ちょっとコメントでもね言われたんだ、あの木の枝でもさ網にかかってくるじゃん、ゴミなんか破片とか、うん、ああいうの海に捨てんで持って帰るって。ああいうのも食べるんだ落ちてきたら。いやなんかほらやっぱり見ててよろしくない人もいるから、ほら自分たちの職場なのに海を汚してるっていう風になるから。父ちゃんと乗ってる時こんな大木上がってきたよ。いやそれはさすがに持って帰れんけん。父ちゃん持って帰ろうよさ、怒られる。だけど、まあ、木の枝とかさ持って帰って捨てれるもんはもう捨てようかなっていう。あ、かわいい提灯ついてるわ。これなんでヌメヌメ出るの。やっぱりその自分の体乾かさないようにさ。俺そのちっちゃんこ出てきたらちょっとかわいそうで、食べるのかわいそうだわ。ピロ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 っつって、ピロピロっつって、ガブッ。さつちゃん、見て、俺今再現 VTR やってる。見て、いいよ。今日も海の中は広くていいな、お腹が空いたな。僕まだちっちゃいから隠れながら
あれお腹が空いたな、あれなんかご飯があるぞ、大丈夫かな。何があるの？よし食べちゃえ。パンチ。まあ食べられちゃった。たつきちゃん、こんな旦那さんでいいの？東京から出てきてこんな見せられるために糸魚川来たんじゃないって言った方がいいと思うよ。本当にね、ダメだよ親が子供を殺す時代で。本当だよ、もう時代がそうさせてんだよ、時代が。もう時代だよ、本当にひどいわ。カマキリと一緒だわね、子供たちカマキリお母さん食っちゃうんだよ。逆なんだよ、それまた。はい、次川だね、川。まあ通り越したけど、七つ道具のあと胃袋ね、胃袋今終わって今川。はい、これでね、今川やりましたね。ということで、ヒレ、キモ、柳身、胃袋、エラ、皮、今何個言った皮、あと2つ、これ言う卵巣、あと1個出てこん、柳身、胃袋、エラ、皮、柳身、胃袋、エラ、皮、柳身、胃袋、エラ、いくよ、うん、ヒレ、ヒレ、ヒモ、ヒモ、胃袋、胃袋、エラ、エラ、皮、皮、身、身、卵巣、あ、七つ。これがあんこう七つ道具なんだね。あんこう七つ道具、八つ目がこの頬に、ほっぺで。あんこってね、あんまり泳ぐの上手じゃないから、こうやってピロピロってやるじゃん。ちょっとね、目すごくね発達してるんだよ、こうやって。なんかこの辺かなっつってこいつをすごくつってで、すると目の前に来たものをパクッと食べるから、こうやって目ギョロギョロするから、ここの肉が一番締まってて、ここが美味しい。どうやって食べるの？お刺身。刺身なんだ。へえ。鍋にしても美味しいし、美味しい。これ漁師が喧嘩する部位ね。お客さんに送るやつだ。あ、これ送りなんだ。そうそうそう、あの飲食店に送るやつ。あの一般の人に送るときはもっと処理するんだけど、あの飲食店は自分たちの大きさの気分。これ唇。へー、唇ね。前食べ、去年食べさせてもらったじゃん、唇。唇も美味しい。美味しいよね。湯引きして細かく切ってポン酢で食べると美味しい。ポン酢ね。で、完成ですか。で、完成。で、送ってあげるんだ。で、送ってあげる。それ、父親につけてあげる。ロトの紋章みたいに出てきた。ドラゴンの紋章出てきた。ドラゴンの紋章出てきた。うわ、ドラゴンの紋章出てきた。すごい、なんか乗り物乗ってるみたいだもん、ほら。ネバーエンディングストーリーだ。